どうも、かげしです。今回ですね、地元伊丹市のね、デートする場所を探していきたいと思います。まあでもデートって言ってもあれだよね。まあデートスポットみたいなのは、なんか飲食店系やね。まあ、デートスポットって言ったら、俺の中では、すき家か、イオンのフードコートやねんけど。ああ、それかあとラーメンやね。まあでもね、今回、まあそんなんちゃうよ。多分ね、まあ分かってる。俺分かってるよ。まあ、本当はそういうのあかんで分かってんねんけど、本当はだから、すき家に行きたいんやけど、まあそうじゃないねんな。分かってる。うん。まあなんやろ、デートスポットって言えば、カフェ喫茶店とかがなんか常識的なんだな。ってことでね、今から地元伊丹市でね、デートスポットにいいような、良さげなカフェとか、そっち系のとこをね、探していきたいと思うんで、やっていきましょう。で、まあ、あれかな。デート先で伊丹ってなったら、やっぱ駅近なんかなって思うんで、そうやね、なんか住宅街とかよりも、その駅付近でね、探していこうと思いまして、まあ、ここやって思ったら、もういきなりね、突撃するんで、今からね、早速向かっていこうと思います。とりあえずね、阪急伊丹駅まで行って、まあ、ビビッと来たらね、もう早速カメラ回していこうと思うんで、やっていきましょう。レッツショータイム。じゃあね、いい感じのカフェ発見したんで、今からね、突撃していきたいと思います。俺がね、カフェ行くことではあんまないかな。うん。普段ね、なんかもうがっつり、なんか男飯って感じのもうばっか食ってんねんけど、今回はね、おしゃんなカフェで、ね、うん、落ち着いていこうと思います。ここにね、あんのよ。行こう。手がめっちゃ震えてる。さっき、え？手がやばい震えて、さっき。そう、やばい震えてる。わざとじゃない。わざとじゃない。筋トレしてきてさ、それ今日からね、そう痛みのね、ジム通うこと決まったからね。また、ね、概要欄貼っておきます。これからね、もう定期して頑張っていくことだったんで。さ、タンでいくわなんか。なあ、タン回ってた？待て。タン回ってた？当ててない。え？なんか髪の毛いつもと違う。当てたやろ。うん、当ててない。今パワー当てへん。で当たってるやん。うん、当ててない。え、じゃあどうしたのその髪の毛。なんかメイク癖。呼ぶわ、うん、すいません、どう、俺カフェ館ちょっと出てきたくない今、うん、カフェ館歩くのね、ほら、使い方が分からん。肉
美味しいわ。香ばしい匂いする。なんかしてんのか。香りがいい。じゃあ炭やな。炭でやってみよう。絶対美味しいです。コーヒー缶のコーヒーやな。コーヒー缶って名前やな。絶対美味しい。口の中で広がって鼻から抜けてくって感じする。深っ。まだおるもん。いい感じが。後味悪い感じじゃなくて。いいなこれは。これはあれやな。デートの時はカフェ行かなあかんで。マジで。好きやじゃなくて。好きやじゃなくてな。え？いいな分かってる。分かってる？デートに好きや。俺別に。なあ。関係なしに好きとか行きたくなると思うで、正直さ、女性がさここ行きたいねー言うとこ大体なしょうもないからだからいや好きやでええやんサイズでええやんとか思っちゃうねん。好きやの牛丼でええやんと思っちゃうんやけど、まあちょっと納得できるわ。ごちそうさまでした。退店しましたね。痛みのデートスポットよくね。ちょっと俺なんか変わったから。え？なんか変わった？だから髪の毛パーマ当てたよ。当てて。いや当たってるって。いや当たってて。パーマ当ててへんけど。寝癖。コーヒー缶さん。名前から漂ってくるようなコーヒーっていう感じ。コーヒーめっちゃうまかったんだよ。美味しかったな。あとね、ボロネーゼはめっちゃ美味しかったね。炭火焼きの風味が良かった。まあ皆さんね、伊丹市のデートに困ったらね、まあ、ぜひこの辺来たらいいんじゃないかな。今回ね、こんな感じで終わります。また次の動画をしましょう。さよなら。バイバイ。やばい、腕、筋肉痛が。あ、ほんまにジム行ってからね、筋肉痛やばいよ。最後俺これから筋トレ頑張っていこうと思ってるから。